ドドン。親子会宣伝部チャンネル。どうも。どうも。どうも。第3回目でございますけども、はい、1回目ともに、罰ゲームを食らいまして、2回目のバーピー厳しかったですね。きついです。きつい。いまだに筋肉痛がね。筋肉痛。リベンジをしたいということで、はい、ただもうちょっと無理だろうっていうことで答えを合わせるのちょっと真逆を言ってみようかなと今回思います、はい、題してみんなで答えを揃えない。はい、揃えない。では、5つ以上の選択肢のある問題を出してみんなでちょっと話し合いながら5人が違う答えになるようにすると。で、まあ、ルールは一緒で、7問以上、それがいけたらご褒美として、ちゃんとした合奏曲をお送りできると。そして罰ゲームは、ある曲に合わせて、その場で全力ダッシュ、はい、まあ、桃揚げとも言います。ね、桃揚げね、桃揚げ。それでやってみましょう。はい、はい、お願いします。ちゃんとやりましょうね。いや、ちゃんと本気です。行きましょう、はい、行きましょう。はい、ちゃんとやりましょう。じゃあ僕からいきます。はいはい。野菜といえば。はいはいはい。野菜、うん、外しにも僕ちなみに多分はあのみんなが書かないようなとこ行きます。じゃあそれ決めよう。じゃあ俺ちょっと王道行ってみようか、うん、はいはい。好きなやつ誰が王道行くの。そういうこと。ちょっと待って待って待って。3代目が好きなやつ。え、ちょっとそれやめようよ。うん、どうですかね。じゃあ僕はスーパーに普通に売ってるぐらいのやつあります。一番怖いよ、一番怖い。なんだろうな。じゃあ山小屋に売ってそうなやつ。あ、なるほど。なんだそりゃ。なるほど。なんとなくわかる、なんとなくわかる。なんだよ。はい、これ大丈夫だ。でもちょっとちゃんとやろう、ちゃんと。ちゃんと。これのは、そんなにメジャータイトルじゃないけど、一般的にもあるやつで。じゃあ僕はすごいメジャーなやついきます。はい、すごいメジャーね。すごいメジャー。吉川が山小屋で、兄さん危ないんで、何も言ってないから。確かに。好きなの書いた。分かんない。危ない。一番ダメ。やばいよ。行こうか。行きます。せーの。おし。おお。危ねえ。ほうれん草かこうとしたから。危ねえ。まず浮かんだのはブロッコリースプラウトだったよ。危ねえ。そこかぶるんだ。危ねえな、これ。オッケー。じゃあ、俺行こうか。はい。行きます。はい。歴代内閣総理大臣。やばいんじゃないな。わかんねえな。やばいっす、やばいっす。俺、やべえ、俺。どれ行こうかな。どれ選んでんの？どういうこと？誰ですか？誰とは言わないでしょ。兄さんはどういうの好きな人がいたの、また。ああ、歴代でもまあ近年ではないよね。狙ってる、ちょっと俺ら知らなそうとか。ああっていうような人だと思う。で、みんなは何を言ってんの。僕はもう地元ならでは。地元いるじゃねえか、いっぱい。3代目も
だからそれで決めようかなと思ってる。そう、持ってる引き出しがあるからな。あ、じゃあ僕、そっか。どうしよう。ゆうすけは？まあ、かぶんないだろうってやつにしていきます。じゃあ、一人ずついこうか。はい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 はいはいはい。はい。短かったですね。ちょっと待って。大丈夫か？あなたとは違うんですの。嫌な予感しかしないけど。ねえ、嫌な予感しかしないんだけど。あれ、ごめん。あれ、僕行きましょうか。出身そうだっけ？地元問題やばいんじゃないの？はい。一つ行ってみようか、じゃあ。ごめんなさい。危ない危ない。行きます。はい。よしよしよし。おい。この男だよ。この男何やんだよ。あはははは。よっしゃー。やったー。危ないよ。福田危ねえよ。視聴者の皆さんもどう考えたんだろうね。視聴者いえ、視聴者でないでしょ。視聴者。次、はい、僕ですか。はい、僕ちゃん行こう。はい、ちょっとペットといえば。あ、違う？いいよ、いいよ。いいと。じゃあもう、決めようよ。ゆうすけは決まりね、もう。わかりました。はい、決まり。あ、ゆうすけね。じゃあなんか マニアックなやついきます。じゃないよ、じゃない。じゃない、じゃない。バカだな。ああ、そうそう。あ、そう。お前。ごめんなさい、ごめんなさい。通じて三代目の意見。そっか。いや、唯一得意分野、得意分野だった。あ、そうか、そうか。じゃあ僕、そのツイートなる感じのやつ言っていいですか？ああ、なるほど。往年のライバルね。往年のライバル。それ言っちゃって。僕は、あんまり勝ってる人少ないしと思います。ダメダメ。それは俺の役割だ。ちょっと、あ、そっか。あ、じゃあ、もう一つあるじゃん。それ、それと来たらそれっていうのあるじゃん。ああ、はいはい。じゃあ、それちょっと。はい。まあ、そう行くなら俺違う、種類のとこ行くから。俺の予想が合ってればな。うん。で、3代目は別のとこ行くべ、さらに。行く。な？行く。じゃあ俺違うとこ行くわ。でもその種類なしね。大きく。大きく。はい。はい。行けますか？待って待って待って。まだ俺書いてる。怖いんだもん。すごい。はい、OK。はい。一人ずつ行こう。ゆうすけちゃん行こうか。じゃあ僕から出していきます。はいはいはい。はいはいはい。じゃあ僕行きます。胸が。はいはいはい。テンポよく行きましょう。遅いきますよね。はいはいはい。いいですね。はいはいはい。おー、いいですね。はいはいはい。いいよ。何やってんすか、先輩。な、2カメ、2カメ。2カメ。何がテンポよくだよ。何はいはいはい。何がはいはいはい。面白いな。雨来ます？いや、だから兄さん、俺ウサギとか言ってた。いや、俺3代目で世界のなんか聞くと思ったから。でもなんかほら、変にイグアナとか言ってもいやいやとかなるじゃん。ああ、ペットとして。ペットとしてどうなのとかさ。じゃあ、まだ、いけるよ、でも今日頑張ろう。頑張りましょう。頑張りましょう。次。ね、勝ってるから。じゃあ、僕行きましょうか。はい。そしたら、ヨーロッパの国の名前。もう、吉数は、もう、限られてんだから。僕ちょっと、まあ、うん。いわゆる、いわゆるでしょ？いわゆるヨーロッパといえば。ああ、もっとコミュニケーション取んなきゃダメだな、君たちとはな。それは何？吉川さんどうせサッカー強いわけでしょ？そうそうそう。サッカー強い感じでしょ？強くて僕だからっていう感じの。僕だから3代目わかるかな？サッカー強いって誰もわかんねえよ。わかんないか。
あ、わかったわかった。俺はわかった。はい。じゃあ、僕は一番、なんか、真ん中らへんというか。そこは、はいはい、はい、真ん中らへんのとこにしますね。はい、じゃあ、僕離れてる？おぉ。どっちだよ、離れてるって。難しいな。胸、それ、離れてるっていうのはさ、はい。なんか、例えばさ、今何食べたい気分なの？何食べたいの、今。なるほど。魚を揚げた感じ？ああ、まあ、そうでしょうね。わかりました。よし。あ、誰も当たんないと思うよ、俺とは。あの人、すぐ行こうとすんなよ。だって、さっきミスっちゃったじゃん。じゃん、カメで。よし。じゃあ、やってみよう。やってみよう。はい、じゃあ、よし。はい、でしょうね。はい、はい。なるほど。じゃあ、僕。はい、はい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 、僕、はい、おおいいね、イギリスってね、あごめんなさい、はい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 、相撲の階級というか、はいはいはい、あるでしょ、はいはいはい、といえば、あー、だからこれも、うん、よ、あの、ゆうすけから選ぼうよ、いいですか、じゃあ、いい、先に選びますよ、はいはいはい、なん、それなんで、じゃあ次を選んでいただければ、俺、3つぐらいしか知らないと思う、じゃあいいよ、よしかず決めていいよ、わかりました。じゃあ、いきます。兄さんは詳しい？まあ、上は、上からテレビ放送されてる中はな。まあ、下行っても、なんかゆうちゃんと被りそうなんだよね。俺はじゃあ、俺なんかの、そう、あんまりそういうとこ行くから。うん。行くよ。はい。せーので行こうか。はい。せーの。あっ！小結びね。無言になるって。点点点が今出てるよ。やってんね。時を戻すわ。何ですか？何ですか？なんだろう、なんだろうね。ドドン。